L-39 アルバトロス、L-39 アルバトロス、スロバキア空軍の L-39 アイロ L-39 アルバトロスは、旧チェコスロバキアで開発された高等ジェット練習機、軽攻撃機。アルバトロスとは、アホードリという意味。1962年に、ワルシャワ条約機構の標準練習機に採用されていた L-29 デルフィーンは、 同機構に所属する諸国を中心に3655機を生産する成功を収めた。その一方で空気取り入れ口が低い位置にあるため、寒冷地の多い急境山県諸国では雪解けした滑走路で運用した際に異物が入ってエンジンが停止する欠点が指摘された。また、水力が1トン未満のジェットエンジンを単発でしか搭載しない機体のパワー不足も挙げられた。 そこで、1965年には L-29 後継機の試作が、アエロ社に一社特命で命じられた。ジャンクルセクが率いる設計チームは、モスクワの中央流大陸学研究所での空力試験を行いながら開発。試作機は1968年11月4日に、初飛行した。5機の飛行試作機と2機の地上試験機による試験の結果、空気、 取り入れ口が若干拡大、延長された。1971年には10機の全量産機が試験に供され、1972年にはチェコスロバキア空軍、ソ連空軍、東ドイツ空軍が L-29 の後継機に L-39 を選定。1974年から本格生産され、チェコスロバキア空軍に配備、アルバトロスの愛称が与えられた。 なお、この愛称は、西側諸国にも広く公開されていたため、NATO コードネームは与えられていない。ブルガリア空軍の L-39 座、胴体前積部の膨らみに、GSH-23L 機関砲を搭載する、飛行中エストニア空軍の L-39、主翼は、低速時の安定性を重視して、後代格を抑えた、直線翼に近い低翼とし、 翼端には先端に着陸灯がついた固定式造装が装備されている。機体はモジュラー構造を多用しており、約20のパーツで構成することで容易に取り外すことができた。垂直、水平両尾翼は後部胴体と一体になっており、尾部を取り外してエンジン整備を容易にしていた。また、胴体側面の左右主翼上に空気取り入れ口があり、 L-29 の反省から異物吸入によるエンジン損傷に配慮されている。エンジンは約 -40 中距離旅客機と同じ ZMDBEU チェンコ製の AI-25 トルコリラターボファインエンジンを単発で使用している。このエンジンは旧式の L-29 に用いられている M-801 と比較してほぼ同重量ながら水力が2倍になっており、 飛行性能を全体的に向上させた。メインエンジンの他には、サフィールコ補助動力装置が装備されており、始動時の圧縮空気供給に用いられていた。そのため、L-39 は、地上電源や支援機材の確保が困難な環境にあっても、運用することが可能になっている。座席は、L、L-29 を踏まえ、後席が一段高くなった。 スタジアムシーティングを採用、タンデム複座でも、両パイロットに、良好な前方視界が確保されている。射出座席は、同じアイロ製の VS-1BRI、L-29 と同じ低圧タイヤと、頑丈な膠着装置で、芝地での運用も、可能にしていた。軽機類は、東側陣営や、第三世界で広く用いられていたミグ -21、 戦闘機のコックピットに近い配置となっている。前作の L-29 は非力であり、実戦での攻撃能力は持っていないに等しかったが、L-39 は兵器訓練を考慮して本格的な兵器搭載能力を持つに至った。L-39 座では主翼のパイロンは4箇所に倍増し、傾向可能重量も1 1 0 0ラムに増加した。L-39 座では、 胴体の前積下部に GSH-23L-23mm 機関砲を装備したほか、短距離空対空ミサイルの R-3、R-13 もしくは R-60 の装備も可能となっており、ASP-3 オム -39、Z ジャイロ照準機、FKP-2 から2眼カメラを固定装備した L-39 は、 L-29 での成功を引き継ぎ、東欧諸国を中心に3000機近くの受注を集めた。西側に公開されたのは、1977年のパリ航空省で、すでに1000機以上を受注し、400から500機が収益した頃であった。その後、東欧革命による自由化で、西側製電子機器を搭載したタイプも試作され、一部はコイン機器券高等練習機として、 対空軍に採用された。他にも民間に払い下げられた機体が安価、かつ高性能なアクロバット機としてアメリカなどに多数、販売されている。一時は、米、空海軍合同基本航空機訓練システム計画にも応募していた。最終的に1999年まで生産された。現在でも多くの国で現役である、L。L-39C 基本の高等練習機型。 C は、クビニーの略。2251機が生産された L-39 シリーズの中核をなすタイプ。L-39 ボルトタンザの標的栄光機型。チェコスロバキア空軍、旧東ドイツ空軍向けに8機のみ生産。L-39 九ー兵器訓練型。Z は、ザブローヨニーの略。1975年8月25日に、初飛行した。 主翼を強化し、4箇所のパイロンを装備している。短座での運用も可能なため、鉱石を追加の電子機器や造装に改造し、実用性を重視した例もある。347機を生産。L-39 座 L-39 座から発展した、対地攻撃、偵察機型。1976年9月29日に、初飛行した。着装置を強化し、 戦術の機関砲、小準機を装備、246機を生産、L-39 座、MPMP MP は、マルチパーパスの略。戦闘機前段階訓練向け機体のデモンストレーション用に製造された、L-39 座の電子機器を高級な西側のアビオニクスに換装し、さらに波動を装備した改良型、L-39 座、 アート対空軍向けの L-39 ザ。イスラエルのエルビット製電子機器を装備。L-39MS もともと初期から L-39 に搭載する予定であった DV-2 にエンジンを換装し、さらに機体フレームの改良や L-39MP と同様に西側アビオニクスの搭載などの回収を施した練習機型。後に、 L-59 に解消された。L-139 アルバトロス2000枚、空海軍合同基本航空機訓練システム計画に応募するために、1991年6月から、アライドシグナルと共同試作した、初等、基本練習機。エンジンを、アメリカのギャレット・トフ 731-4-1T、射出座席を、改良型の VS-2A に換装し、電子機器。 ハドも西側製のものに換装した。1993年5月8日に初飛行したが、J-PATS 計画では T-6 的32に敗れて、不採用となった。L-159 あるか L-59 を、原型により戦闘能力を強化した短座の、軽攻撃機戦人気の開発があるかプロジェクトの名で進められ、1990年代以末から2000年代に、 かけて実用化に至ったのが L-159 である。後に複座の練習機型も生産され L-59 と同様西側の最先端アビオニクスその他の機材を積極的に導入して近代化を図っているのが特徴である。エンジンはドフ731シリーズから派生した低倍パス比ターボファンエンジンのハネウェルイテック回124を採用しており、 さらに推力が強化されている。L-39NG、L-59 や L-159 の技術を L-39C にフィードバックした L-39 の再生産型。NG とは、NEXT GENERATION の頭文字を表す。新設計の主翼を採用し、統合デジタルモジュラーアビオニクス、NVD への対応、仮想訓練システム、 多機能ディスプレイ3機による、グラスコックピット00射出座席など、新しい脱出システムの搭載、キャノピーのワンピース化、米英共同開発の FJ44 から4、M ターボファンエンジンへの換装、燃料タンクの拡大、新素材の使用による機体寿命の延長、ハードポイント数の増加など、多岐にわたる改良が行われている。年月日に初飛行しており、 顧客への出荷は2018年からを見込んでいる。L-39 の運用国アフガニスタン空軍の L-39、ソ連空軍風の塗装をした民間の L-39、ブライトリングジェットチームの L-39、007、トゥモローネバー大ジェームズ・ボンドが闇吹き取引市場から脱出するのに展示されていた機体を使用。グラスコックピット化されており、追ってきた。 別の L-39 を射出座席を使い撃墜している。レッドスカイ主人公達が空戦訓練に使用。ロード・オブ・ォー主人公が仕立てた兵器密輸用のアン -12 株輸送機を追撃する発展途上国空軍の軽攻撃機として登場。アルマに武装型の L-39 座が登場し、プレイヤーや AI が操作可能。 L-39 の3面図、週刊ワールドエアクラフト通貫13号、デアゴスティーニジャパン2000年。ありがとうございます。